到着しました。わーい。今から、小樽に行ってきます。れんちゃんです。い南小樽駅で下車しました。なんかちゃうな、やっぱいいな、うん、全然違う。今からどこに行きますか。小樽、イエーイ。ちょっと今から北一ホール、ここも小樽やね。え今から北一ホールに行きます。小樽にはもう着いてます。はい、着きました。どこや思って歩いとったの。ハートのベンチ見っけ。あっ、テッカテカやれんれんが。めっちゃいい音が、最高すぎへん、うん、真ん中道路。あ、あれ風やんじゃった。最高。お目当ての北一ホールに到着しました。美味しそう。今お腹空いとうから全部美味しそう、これはやばい。じゃあ入りましょう、今日土曜日やからかちょっと並んでます。前に6組ぐらい。でもまあすぐやろうと信じて並んでみたいと思います。メニューこんな感じです。もう私は一目見て決めました。特製ミルクティーと北海道牛乳のミックスソフトクリーム。はい、さっきの北一ホールちょっとあの動画撮影が NG だったので写真を載せておきます。めっちゃ店の雰囲気も良くてアイスもマジ美味しかった。ほんまにおすすめ。小樽運河にやってきました。イエーイ。え、これさもう動画じゃ伝わらんぐらいさ本物綺麗よな、うん、めっちゃ綺麗。なんか西日がな、うん、ええ感じでめっちゃいい。かわいい。綺麗やな、ほんまに。日差しがいいし。小樽運河で死ぬほど写真撮ったな、うん、撮った。めちゃくちゃ撮った。ほんまに景色良くて、うん、ワンショットもツーショットもめっちゃ撮った、うん、めっちゃ撮った。でめっちゃ綺麗かった。めっちゃ良かったな、うん、この風鈴の音が最高なんよな。ほんまに癒される。ということであのお団子を食べに行きたいと思います。私が今日一番楽しみにしてたお団子でございます。な、小樽結構あの店閉まるん早いけどこのお団子は9時まで営業しとるから、そうそう、うん、良いです。バッチリいい。レッツゴー。レッツゴー。後藤商店、うん、ここにお団子があるみたいなので入ってみましょう。これやこれやこれやこれ、ほらこれや。このお団子とかわらび餅も安くない。めっちゃ安い。待ってこれさ、やばない。え、やばい。これお手頃。やばい。これ行こう。すごい、行こう。カフェなんて読むんやろな、これ何やと思う。うわー、式内食堂。式内食堂で行きましょう。私たちは式内食堂と呼びます。私はもう絶対にこの五色団子にすると決めています。レンはわらび餅。いやー、いいねー。なあ、めっちゃ安い。これでさ390円って、うん、めっちゃ安い。やばいな。じゃ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 ーん、届きました。お団子とレンのわらび餅、めっちゃ美味しそうじゃない。めっちゃ美味しい。やばいな。いただきます。いただきます。口に、はい、口に。お茶で乾杯。なあ、あったか。新しいいただきます。やば、めっちゃ柔らかい、うん、これがごま。すごない？ごま団子。え、マジですごい。ゆずごま好きそう。うん、ワクワク。やばい。これやばい。うわ、来た。これ優勝。うわ、マジか。やっぱゆずごま好きやん。レンからわらび餅をいただきました。やばいやばい。すごい楽やろ。うん。うん、気持ちいい。めっちゃとろけんねんけど。やばいよね。ごちそうさまでした。大満足でございます。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。今外出てきたらめっちゃ涼しいな、うん、やっぱ北海道はちゃうわ、空気がちゃう。日が沈んだらめちゃめちゃ涼しい、うん、過ごしやすいですね、うん、ちょっともう一回ね、小樽運河に行こうとしてます。行きましょう。行きましょう。夕方の小樽運河最高やった。最高。夕方の方が最高やった、うん、めっちゃ綺麗かった、うん、めっちゃ綺麗かった。日が沈んでからの方がおすすめ、うん、ライトアップがすごかった。うん、めっちゃ綺麗かったな、うんうん、今からあの札幌駅まで戻って、うん、部屋だな今、うん、札幌駅まで戻って、うん、イクラに行きます。イクラ行きましょう。ご飯、初ご飯、初ご飯行きましょう。すすきの駅にある八橋に行きたいと思います。イエーイ、行こう。
着いたな。八京本店の方が人が多かったので姉妹店の親父っていうところに来ました。お通しがめっちゃ可愛いないこれな。北海道の形すごい。で今日はちょっと珍しく飲もうとします。乾杯。もうね、一つも食べられませんでした。美味しいものが多いでしょうねって言って。すげえ。幸せや。幸せやわ。はい、ありがとうございます。三崎のよ。三崎サーバーさん。はい、三崎4号台。はい、いらっしゃいませ。とんでもなく美味しそうなジャガバターが届きました。めっちゃ美味しそう。やばい、ジャガバター大好き。鶏ザンギどでかいな。うん、マジでどでかい。美味しそう。うん、やば、めっちゃ美味しい。はい、はい。ホテル戻ってきました。いっぱい食べて満腹なので1日目はこれで終了です。また明日。おはようございます。おはようございます。2日目の朝、今は何時ですか？今は7時43分2人とも5時半起き。5時半起きです。今からね、ちょっと急遽、昨日急遽な二条市場に行こうってなったので、うん、朝活、がっつり朝活。でも涼しいな。めっちゃ涼しい今日。二条市場に到着しました。よう歩いたな。なんかちょっとよくわからんけど散策してみたいと思います。海鮮丼のお店に入りました。めっちゃ美味しそうやな。やばい、結構お値段もリーズナブル。何にしよう。サーモンホタテイクラカニ丼にします。届きました。めっちゃちょうどいいサイズやな、朝ごはんに。カニ、ホタテ、イクラ、サーモン、美味しそう。いただきます。海鮮丼食べてきました。美味しかったな。めっちゃ美味しかった。ペロッとペロッと食べた、うん、意外にお腹にきた。ほんまに、うん、私絶対余裕、うん、いや大丈夫。レンはあと1時間ぐらいにしてお腹空いたって言ってます、うん、絶対に言う。絶対に言ってる。ということで今からあのレンが探してくれたパン屋さんに行きたいと思います。まあ結構有名なんやろな。多分コロンって言って北海道の有名なところって言ってたね。そう、じゃあそれは有名や。有名、うん、それは有名や。に行きます。行ってきます。コロン到着しました。実はね、あのオープン前にな到着してもうて10分待ってます、うん、今ほんまに早い。もうすぐ飽きそうな気配。楽しみ。結構広そう。いっぱいありそう。マジでいっぱいありそうな。でもなんか早めに来なかったら売り切れるらしい。え、そうだ、うん、じゃあええやん、めっちゃちょうど。そうそう、こぼれスパイシー枝豆とかあんだけど、誰誰誰枝豆たチョコチョコいいやん、うん、クロックムッシュとかさ、味噌チーズやって。すごい、やばい、すごい。キャラメル、キャラメルフランス、やばない。ただいま焼きたてきました。うわ、めっちゃ。え、キャラメルフランス、やばいな。一回キャラメルフランス買う、うん、え、うわ、めっちゃサクッとしてる。そう、え、枝豆にしよう、うん、食べあんまなさそうやしな。うん、ゆずも大好きなのね。イエーイ。こんな感じでたっぷり買いましたね。レンタカーを借りて車に乗っています。助手席、安定の助手席で。運転ありがとう。はーい。だからちょっとな、2時間ぐらい車で運転して、カナディアンワールドに行きます。なんか赤毛のアンの世界のところらしい。カナディアンワールドに多分到着しました。多分な、多分やな、これは。なんかようわからんな、みんなあんま来んのかな、うん、めちゃくちゃ観光地やと思ってきたら、まあ、ほんまに来たら怖すぎる。怖すぎ。レンが一生懸命2時間半運転してくれました。ありがとう。でもこの景色見せた。ほんまや、ほんまや。どうどう。あ、めっちゃええやん。綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。はい、あの誰もいません。誰もな。観光地じゃないんですか、うん、ここ。これはえぐい。ちょっと情報収集不足やったな。なんか1時間半ちょいぐらいで着くと思ってさ。そうそうそう。まさか
2時40分ぐらいかかって、そう2時間40分びっくりした。でちょっと途中くじけそうやったよな、くじけそうやった。あ、すごい、お出迎えお出迎え、すごいすごい。駄菓子屋さんを見つけて駄菓子を買いました。そしたらそこの優しい店員さんがマップをくれて、うん、なんとか行けそうやな、なあ行けそう、なんとかいろいろ散策できそうです、うん、虫と戦いながら。そうでな、多分今ここ道違うと思う。あ、ほんまに、うん、せやん、うん、これ多分な歩く道ちゃうよな。うん、歩く道じゃない。せやん、そうやな、やっぱ、うん、そうやな。足元見せてあげたい。うん、足元はな、あの足元はね、こんな感じで結構ね、うん、あのよいしょって感じ、うん、メインっぽいところに到着しました。栄えてる栄えてる栄えてる、うん、栄えてる子はここ、ここや。赤毛のアンの世界やん な。だから私の今日の髪の毛はアンヘアな。アンヘアアンヘアです。かわいい。おーすごい、めっちゃ綺麗や。ほらめっちゃいいんやけど。さっき駄菓子屋さんでもらった地図がこんな感じです。開いてないお店も多くて、うん、でここがそもそも土日祝限定やから、ほんまにね、行く人は気合い入れて気合い入れてぜひ行ってください。長ズボンがいい、うん、長袖長ズボン、うん、虫よけ必須、うん、あとはほんまに体力それだけやな、水やな、うん、私たちから言えることは以上です、うん、ちょっと一回車に戻ろう、うん、一旦車でパン休憩をします。これが浅かった枝豆のパン、スパイシースパイシーな味、おいしい。麺がかなり体力消耗してる。暑いほんまに。二つ目、なんかコロンの一番人気のパンだし、ここ。トウモロコシ入った。トウモロコシなんや。めっちゃ硬い。時間が経っちゃったからな。うんうん、もう美味しい。青い池に到着しました。車で1時間ちょっとやったな、うん、今回はちょっと私が頑張って運転させてもろて、うん、もろて頑張った。綺麗、天気もギリギリ耐えてる耐えてる、やばい。もっとじゃあちょっと近くで見に行きましょう。すごい青い池、こんな感じ。ここはめっちゃ人も多くて、もうこここそが観光地やったな、うん、間違いなく。ほんまにすげえ、めっちゃ綺麗や。これ天気良かったらまた違ったな。うん、違った。でも今も十分綺麗。なんか朝と夕方が一番綺麗らしい。あ、そうなんや。うん、じゃじゃーん、こんな感じです。めっちゃ綺麗ない？季節感おかしい、ダウンの人います。おかしい人います。もう私は秋服撮影中なのでダウンを着てますが、そんな人は他にはいませんね。でもほんまに綺麗すぎるんやけど。マジで綺麗。レン。ついに雨が降ってしまった。大雨。大雨。でもなんか綺麗。すごい。なんか綺麗やな。なんか綺麗。なんか折れる。うん、全然折れる、なんか。全然折れる。めっちゃ綺麗。うん、雨降っちゃったけど、うん。逆に新鮮じゃない？うん、めっちゃいい。逆に見れる気がいないんじゃん。ないないない。なん。うん、ラッキー、うちだってラッキー。ラッキー。大雨に打たれながら車を走らせること1時間。今日の一番のお目当てですね、食事どころ富士っていうところに来ました。すごい天ぷらが有名らしい。レンガ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、貸し切りなんてな。何貸し切り、本日貸し切り、絶望とぼとぼ。まさかのね、食事どころ富士が、あのなんか貸し切りらしいので、でもネットに載ってなかったやんな。ということで、あの、ね、急遽いろいろ調べて、あのどうしても天丼が食べたいということで、あの近くにあったあのエビ天っていうところに一回行ってみよう。ここ空いてなかったらちょっともうどうする？もう札幌帰ろう。札幌そうやな、おとなしく札幌に帰ろう、うん、エビ天っていうところに行ってみます。行ってみます。空いてろよ、空いてろよ、空いてろよ、絶対に。真逆や。皆さん、エビ天に到着したのですが、あの
見えますか？本日休業らしいです。オーマイガー、どういうこと？もう辛い、もうショックすぎる。え、そんなことある？なあ、もう今日は食べるなって言われてるんじゃない？なるほどな、うん、もうそうとしか考えられない。あの、札幌帰りましょう。帰りましょう。はい、もうおとなしく札幌帰ります。一旦もううちらは札幌しかあかんねん、うん。そうや。そうや、もう札幌帰れって言ってるんや。そういうことや。札幌駅に帰ってきたんですけど、もうなんと9時前というね。なんかもうめちゃくちゃ疲れて乱れがすごい。で、ご飯も食べれずなので、なんか札幌駅の近くにあるフードコートみたいなとこでモスバーガーを買いました。今日はこれを食べて1日終わりです。おはようございます。3日目の朝、今日は割とゆっくりスタートで、今10時前くらいです。で、最初にやってきたのはじゃん、ポタポタいちご。また開店前やけどなんかいちごのお店です。ちょっとだけ待ち時間待ちます。おはようございます。めっちゃ美味しそう。やばい、いちご大福専門店、うん、ポタポタいちご。え、白のこしあんのないちご大福ってマジうまいんやな。え、季節の大福とかもあるし、あれやばい。え、この棒がええよな、やっぱ、うん、めっちゃ棒がいい。これ、あ、いちご大福串、ホタルヤいちごとかなんで、やばやばい。めっちゃいい匂い、美味しそすぎる。あ、これやこれや、ショコラ。あ、ショコラミルクこしあんやって。えー、やばい。マシュマロもあるし、え、なんかすごい、見て、あんみつ。え、すごい、えー、めっちゃいいっす、ね、やば、うん、これ、それと、あ、やっぱそれいいな。待って、めっちゃあるな。え、そうな、思った。メロンもある。え、ほんまや。でも一旦、これな、人気ナンバーワンのこれにしようかな。これもめっちゃ可愛い。え、やばい、これですね。ちょっと札幌駅でお土産を買ってきました。家族にしか渡す人おらんのにめっちゃ買ってもた。レモン落ちたい。レモンかなり買いましたそっちの袋めっちゃ可愛い。可愛いな、マルシェ。じゃあちょっと私の、あの、お土産紹介させてください。 お土産紹介、イエーイ。まずこちら、お、すごい、北海道きなこねじり。絶対うまい、うん、絶対うまい、うん、絶対うまいや、うん。まあ、安定の白い恋人、うん、家族だけなので小さいサイズですね。安定やな。はい、そして白いブラックサンダー限定でした。うん、めっちゃ美味しそう。これは買う、これは買う。めっちゃな、すごいね。何それ、すごいね。え、北海道スープ、やばない？え、やばい、やばいやろ。それはスープ大好きやから、うん、スープ買いました。やばい。これ、これ買った？買ってない。北海道のなんかミルククッキー、やば、絶対うまない。ミルククッキーはもう絶対うまい。くんじゃが、うわあ、これ見た、めっちゃ美味しそうやった。私じゃなくてお母さんが絶対好きやから買った。うん、最後にじゃがポックル、うん、買った。あの、味違うけど買った。あ、ほんまに、うん、買うよな、これは、うん、ホタテすごいな。です。あ、ホタテ買っとう。あ、ホタテ買っとうやん、知らんかった以上になります。じゃあ、さっきポタポタイチゴで買ったこの串を食べたいと思います。いただきます。うん、まずはイチゴやばい、やばい、うわー、やばい、めっちゃ美味しい。めっちゃ人並んでる開店前やけど、札幌駅近くの海桜映像海道まろっていうとこです。やっぱりこれやな、宝石丼。私は宝石丼エビタワーのイクラ海付き。ちょっとお値段高いけどこれにします。届きました、宝石箱駅タワー。美味しそすぎる。これがなんか海鮮丼の食べ方らしい。ではいただきます。やばい、ブルガイの味噌汁も、やばい、うん、イカ、うん、めっちゃ美味しい。
やっと食べれた。うん、美味しい。ほんまに美味しい。ママ、うずらの卵をちょっと割りたいと思います。これが専用のハサミ。卵かけご飯します。やばい。やばい。卵かけご飯。やばい。やばい。卵かけご飯やばい。やばい。おいしい。エビをいただきます。すごい。ルートの大根。やばい。醤油何もつけてないってのが美味しい。おマジでやば。最後は残してたご飯にこのお出汁をかけて締めます。やばい、お出汁うまい。マジ？うん。ご乗車いただきましてありがとうございます。まもなく岩見沢です。でみんなの工場シロにやってきました。なんかここは手作りの香水とかができるらしくて、はい、楽しみ。でもなんか人が多い。入ったらめちゃくちゃいい匂い。なんか手作り香水は30分待ちやってんけど、なんかショップとかもいろいろあるので見てみます。これがオリジナルの香水の作り方。え、サボン、ホワイトリリー、ホワイトティー、うん、アールグレイ。やばいな、これ。これ多分悩む。悩むな。でも結構15分ぐらいで作れるらしい。うん、香水作り始まりました。なんかな、ようわからんな、うん。匂いありすぎて、全部いい匂いすぎてようわからん。悩んでおります、ね。調合タイム。頑張れ、頑張れ。出ます。はい、完成しました。つい作ってきました。この2本作ったんですけど、1本は10月に開催するポール・フリーマン の皆さんへのプレゼントに1つだけ特別に入れようかなと思います。当たった人めっちゃラッキー。私とお揃いの匂いです。白カフェで飲み物頼みました。これは梅昆布ハスカップ、めっちゃ美味しい。新千歳空港に戻ってきたんですけど、最後の締めのアイス、生キャラメルのアイス買いました。ではあと神戸に戻るだけなので、今回の北海道 Vlog は以上になります。また Vlog 撮ります。バイバイ。